熟語とは複数の語や形態素が比較的強く結びつき独立したまとまりをなす表現を指す用語である。この用語は文脈によって定義付けが少しずつ異なる。複数の語がなす、ある種の固定的な表現を熟語とみなす立場がある。この立場において破竹の勢い、万を持たすなどの制句的な連語はしばしば熟語という用語で総称されることがある。 言語学において同様の概念をイディオムと称し、特に英語におけるイディオムを俗に英熟語と呼ぶこともある。ただ、熟語という用語はこの他にも様々な意味を包含する曖昧な概念であるので、日本言語学会と日本英語学会は学術用語としてのイディオムを一律に慣用句と訳している。熟語の原義はこなれた言葉であり、 漢字圏において引用される格言などを意味することもある。特に中国語で熟語といった場合、以下のような表現を総括する用語とされる。複数の語が結合して、一つの語となったものを熟語と称することもある。海風、月明かり、年忘れなどの語がこれに該当するが、通常これらは複合語と呼ばれることが多い。熟語の意味を二字以上の漢字が強く結びつき、 一つの漢語となっているものに限定する立場もある。例えば、鉛筆という語は、鉛と筆の二つの漢字からなる熟語であるとみなされる。なお、漢字同士の結びつきが弱い場合は、熟語とみなさない立場もある。この立場によれば、例えば、経済、政策はどちらも熟語とみなせるが、これらを複合させた、経済政策という語は、熟語とはみなさないという。 漢字四字で構成される表現を四字熟語と称することもある。この用語の意味する範囲は文脈によってまちまちであるが、試験などで問われる、狭い意味での四字熟語は、合心翔談のような四字の古字聖語や、色足是空のような四字の仏教語に限定されるという。漢字百科大辞典、明治書院、1996年1月、90ページ。 言語学大辞典第六巻、三聖堂、1996年1月、51から53ページ。小池直樹、佐藤誠治、中学英語を5日間でやり直す本、パワーアップ編 p h p 研究所、2005年3月、92から93ページ。国立情報学研究所、オンライン学術用語集2011年1月19日、閲覧。 日本国語大辞典第六巻、小学館、2001年5月、第2版。中日大辞典愛知大学中、日大辞典編纂どころ、大衆館、書店、1987年2月、贈呈、第2版、類語大辞典講談社、2002年11月。ベネッセ表現、読解国語辞典、ベネッセコーポレーション、2003年5月。 小学館日本語新辞典小学館2004年11月高島敏夫ちょっと変だぞ四字熟語文芸春秋2009年3月12から14ページありがとうございます